ジャパン女子プロレスはかつて存在した日本の女子プロレス団体。日本女子プロレスが国際プロレスに吸収されて以来女子プロレス団体は全日本女子プロレスしか存在していなかったがジャパン女子プロレスは全日本女子プロレスのクラッシュギャルズの人気を引き金とする女子プロレスブームを背景にプロレス版おにゃんこクラブを当初のコンセプトとして設立。 旗揚げ船には芸能事務所ボンド企画が関わりおにゃんこクラブをプロデュースした秋元康氏がアドバイザーとして関与していた。またコーチとして男子プロレス界から山本小鉄を招聘してその関係もあり新日本プロレスで提供試合をしたこともあった。道場は東京都八王子市に置かれていた。1986年8月17日 高楽園ホールで旗揚げ戦を開催。秋元をはじめ、ゲストとして、ボンド企画所属の本田美奈子や少女隊がリング上で歌を歌い、さらにアントニオ猪木も来場した。旗揚げ戦は豪華であったが、その後は何度も経営不安が発生し、設立当初の代表であった椎名勝秀は早々に退陣。代表を受け継いだ、持丸爪吉は、 打開策として、コーチを務めていたグラン・ハマダを通じて、交流のあった、新馬久志や大塚直樹らの協力を得て、男子プロレスや空手など、あらゆる格闘技を融合した、格闘技連合として、再出発する方針を進めた。その布石としてハマダと、同じく、コーチを務めていた、大仁田敦史との構想の延長線上で、1988年12月3日の、 高楽園ホールで組まれた両者の試合をきっかけに、男女混合団体にしようとする動きもあったが、所属選手やファンの猛反発を受けて、この計画は頓挫している。1991年10月、若手選手のハンバーミキ、ホズミユタコ、北村学美が代表の持丸ら当時の経営陣を、批判して退団したことをきっかけに経営不安が、再燃。一旦は収まったものの、 1992年1月にアメリカのルプワへの遠征を申し出ていたカザマルミの解雇にカンドリ・シノブが反発して来年度の契約を更新しない姿勢を示したことで混乱し1月26日の熊本市民体育館大会を最後に解散また運営会社は途中で代わり解散時はジャパン企画プロモーションが運営していた解散後は ジャパン企画プロモーションの子会社、JWP プロジェクトを受け皿とする、新たな女子プロレス団体が後を引き継ぐ計画が、立ち上がったが、選手会が分裂して、キューティー鈴木、尾崎真由美ダイナマイト関西、プラムマリコ、福岡賞、斉藤澄子ボリーショイキッドは、JWP 女子プロレスとして、前述の後継団体に参加。 ハーレー斉藤大沢ゆかり、斉藤緑、二上みき子・美キ子遠藤瑞ドは、ハンダグループや、風間、カンドリと合流して、LLPW を設立。また最終工業の時点で引退を表明していた、デビル・マサミ、イーグル・サワイは、ほどなく、引退を撤回して、それぞれ JWP と LLPW に、加わっている。ダイナマイト、 関西カンドリ忍上団体後期において、テレビ神奈川と東京ケーブルネットワークで試合中継が行われた。また KBS ホールで開催する興行に限り、京都放送で試合中継が放送された。なお、ごく初期においては、テレビ朝日の番組、鶴太郎の大人によくないテレビで試合の模様を流す短いコーナーが存在したが、 これは試合そのものよりも試合会場で観戦している子供の反応の方に重点が置かれた構成になっていた。ありがとうございます。